俳優、モデルの井桁弘恵が11月30日、東京、銀座6にて開催された、ルーフトップスタースケーティングリンク、スタータワー点灯式に出席。クリスマスの予定は、まだわからない、という井桁が、南原さんを来週お誘いしてみます、わら、と語る場面があった。地元の福岡にもスケートリンクがあって、ルーフトップスタースケーティングリンクは、地上約56メートルと銀座で、最も星に近い、屋上庭園、銀座シックスガーデンにて、12月1日から1月31日の期間限定でオープンするスケートリンク。この日は、ラグジュアリーなドレスとジュエリーをまとった井桁が、スケートリンク中央に位置するモニュメント、スタータワーを点灯した。スケートの経験を聞かれた井桁は、結構あるんですよね。地元の福岡にもスケートリンクがあって、冬になると毎年、家族に連れて行ってもらったりとか、部活動のみんなで行ったこともありました、と告白。腕前はというと、まあまあ滑れちゃいます。わら、と胸を張り、回るほどではないですけど、支えなしでスーイ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 って。レベルは低いんですけど、普通に滑れます。友人の手を引っ張って先導していくタイプでしたね、と答えた。理想のクリスマスデートは、理想のクリスマスデートという話題では、スケートを一緒に楽しみたいですね。素敵なところでご飯を食べたりすることも憧れるんですけど、冬にスケートでキャッキャキャッキャしながら、汗をかくほどスケートをして、二人でほっと、温かい飲み物を飲んで帰る、みたいな。そういうデートとかしてみたい、と目を輝かせる。相手となる男性のスケートの腕前については、めちゃくちゃ上手くて自分より先にスイスイ行かれてもちょっと。置いてけぼりになるのは嫌なので、わら、とつぶやき、ちょっとうまいくらい。ちょっとリードしてくれるくらいがちょうどいいんじゃないでしょうか。で、私がちょっとよろけたりなんかして、わかんないですけど、わら、と楽しそうにトーク、ここに来ると、急に妄想が広がっちゃいましたね、と照れていた。インザシックスでクリスマスプレゼントを買うなら誰に、という質問には、ヒルナンデスでご一緒させていただいている南原、清高さんに。南原さんは毎日生放送ですごく大変だと思うので、何か温まるようなブランケットをプレゼントしたいなと思います。今年一年の感謝も込めて、と回答。クリスマスの予定は、まだわからないんです、と答えた井桁に、ルーフトップスタースケーティングリンク、でスケートはどうかと質問が飛んだ場面では、井桁が、行きたい。クリスマスの日を過ぎたとしてもここに来たいなと思います、とコメント。